こんにちはガーラハンターだぜー。最近、ゆっくりにハマってるので、自分でも使ってみたぜー。今回は恵庭方面の沢に山菜調査に来ました。森に入ってすぐに小鳥がお迎えしてくれた。枝の先に止まっているのですが、スマホのカメラでは全然視認できないですねー。沢沿いを何箇所か見て回ります。まだ雪が残っていますね。ちょろちょろちょろー。綺麗な水を撮影していたら、右下に鹿の糞がありましたー。沢沿いに福寿草が可愛く咲いていました。おーっと、ここの下にちょうど良いサイズのフキノトウがありますねー。沢筋を何箇所か見て、尾根の方も見ましたが全然山菜ありませんでしたわー。フキノトウを途中で拾って、美味しくいただきましたー。マニアックな動画ばかりですが、ご視聴ありがとうございますー。